だけ不思議な普段のお話。岬と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。お茶を飲むとまるで空へと舞い上がる美味しさ。不思議だな。あれはどうやって飛んでるんだろうか。本当に飛ぶわけないだろ。え、本当に飛んでないの？あれは飛んでるように見せてるんだ。テレビじゃ簡単なんだよ。そうなの？クロマキー合成といってね、青や緑色のバッグの前で別の景色と合わせて。全然わかんない。わかんないか。じゃあ実物を出して説明しよう。クロマキーセット、まずはこれを飛ばしてぐるぐる回しながら外の景色を映すと、モニターに映ってる。ほんとだ。次にグリーンバッグを広げる。それじゃあそのカメラで僕を映してごらん。こう？それでミキサーのスイッチを入れる。見た。お、一つの画面に重なった。こんな風に二つの映像を合わせるのがクロマキー合成。じゃあカメラを横にしてみな。おー、本当に飛んでるみたい。というのが普通のクロマキー。ところがこれはもっとすごいクロマキーなんだ。何がすごいの？窓の外を見てごらん。本当にドラえもんが飛んでる。あれは立体映像。カメラが映したものを外の景色に合成してはめ込むことができるんだ。へえ、面白そう。僕もやりたい。ちょっとあの二人を驚かせてやろう。二人の前に僕を映し出して。いいよ。二つの画面は合成。伸びた。お前今急に出てこなかったか。ベロ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 。なんだ伸びたのくせにバカにしてやがるのか。ベロ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 。こりゃやだ。現れるのも自由自在だよ。二人とも驚いてる驚いてる。ん？ねえ、こっちのブルーの布は何に使うの？あ、これも合成用の背景なんだけど、理由があって僕には使えないんだ。なんで？あ、ま、ちょっと見てて。ん？また出た！なんだ？今度はドラえもんか！グリーンだとこんな感じでうまくいくんだけど、ブルーに移動すると、なにこれ、こうなっち
う。ドラえもんが透明になってるぞ。やられた。なんなんだ。僕の体が青いから青いバッグだと透明に抜けちゃうんだよ。そうなんだ。他にこんなこともできるよ。はっ。何してるの？こうやってグリーンの布で隠したところはこんな風に消えちゃう。へえ。布を外すと大きさだって自由自在に変えられるや。例えばお夕飯の準備をしなくちゃね。あら、まな板の上にのびちゃん。やあママ、切っちゃやだよ。あとはこんなことも。ん？君、道の真ん中で立ち止まって何してるの？ん？ちょっと君。ミキサーを操作してコピーすれば人数だって増やせる。すごい。ちょっとちょっと。うわあ。黒巻って面白いね。よし僕も。うん、これで空を飛ばせて。オッケー。ほっほっほ。今度は何？またかよ。どうだ、のびちゃんマンだぞ。なんだ、やっぱりのび太か。うわー、かっこ悪い。確かに。まぬけだな。バカにしてる。二人の前で巨大な怪獣と戦ってみせよう。いいけど、誰がその巨大な怪獣を？やっぱり僕しかいないよな。それじゃあ早速行ってみよう。また変なのが出てきたぞ。ララララララ、ガガガガ。ミキサーについてる二つのダイヤルを右と左へ回すんだ。分身がやられた。いざ
びのスピード。うわー、この辺で僕は画面の外へ。うわー、怪獣が消えた。地球と静香ちゃんの平和を乱す者はこののびちゃんマンが許さない。本当にのび太がやっつけたのか。そう、これからは僕をバカにするなよ。わかったよ。決まった。のびちゃん。はい、これちょっとお使いお願いしてもいいかしら。あー、もうぶち壊しだ。じゃんけんじゃんけんドラガーじゃんけん。リモコンの D ボタンを押してグーチョキパーの顔を選んで勝負。ポイントを貯めてプレゼントを当てよう。この番組は IT ディベロッパーのブシロードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。タンポポ空を行く。へえ、驚いたな。どうしたの？見てよこの虫かご。ああ、去年カブトムシを飼ってたんだ。中をよく見て。ん？あ、タンポポ？きっと種が飛んできたんだ。へえ、捨ててくるよ。おや、待って待って。ん？よくそんなにあっさりと捨てるなんて言えるな。やっと育った花の命を君は無残にも。大げさだな、たかがタンポポに。そういう考え方はよくない。たとえ草一本虫一匹でも愛する心を失ってはならない。そうすれば自然と心が通い合って豊かな人間性が。ちっともわかんない。あー、言ってもわからないか。ファンタグラス。これをかけてタンポポを見てごらん。このメガネが何だっていうの？あ、タンポポが泣いてる。捨てられたくないんだよ。え、なんだ、外してみるとただのタンポポじゃないか。本当に泣くわけじゃない、そう見えるだけ。植物も動物も人間みたいに見えるんだ。へえ、まるで絵本の世界だね。じゃあ庭の隅にでも植え替えようか。あ、笑った。この辺でいいか。もう少し日当たりのいいとこがいいわ。ん？君、喋れるの？え？わかったよ。日当たりね。ここにして。うん。どうもありがとう。いいな、いいな、タンポポばっかり。ん？こないだからずっと雨が降らないから。喉がカラカラなんだよ。ほっとくわけにもいかないや。ちょっとは手伝ってよ。君にしか聞こえてないからね。まあ珍しい。何も言われないのに進んで水まきするなんて。見て見て、怠け者ののび太が。雨でも降るんじゃないかしら。うるさいな、もうやめた。あとは任せる。本当に猫が喋ってるわけじゃないよ。君が心の底で思ってることなんだ。まあ、深く考えないで時々かけて遊ぶといいさ。誰がこんなもの二度とかけるもんか。ん？ははん、ドラえもんまたドラ焼きを隠しているな。ファンタグラスで見てみよう。働け働け。怠けていると今にきっと後悔するぞ。
が膨らんできたね。おい、のび太、野球に入れてやるぞ。今日は補欠じゃないぞ。行かないの？負けたら僕のせいになるからね。ダメよ、苦手ならなおさらぶつかっていかなくちゃ。うるさいな、生意気言うと面倒見てやらないぞ。風の音が怖くて眠れない。あ、タンポポ。よく庭の隅で独り言言ってるけど大丈夫かしら。君も昼寝したな。こんなに夢中になるとは。たまにはみんなと野球でもやったら。僕は自信のないことには手を出さないんだ。じゃあ自信のあることって何？何にもない。そんなこと言うなよ。いやい、のび太、今日こそ野球をやれ。メンバーが足りないからだぞ。ありがたく思え。僕は遠慮しとくよ。これほど頼んでもかい。待ってくれ。人間は乱暴で嫌だ。白くてふわふわした素敵な帽子だね。これ子供たちなんですよ。もう少ししたらみんな旅に出るんです。さあお行き。いよいよだね。子供たちが独り立ちして広い世界へ飛び出していって、また綺麗な花を咲かせるんだね。育児なしが一人残ってる。勇気を出さなきゃ。何も怖がることはないのよ。やだやだ。もう一回だけ、今度はちゃんと打つから。どうしたかな、タンポポの坊や。そうよ、ママも風に乗って飛んできたのよ。どこから？馬のママってどこに入っていたの？遠い遠い山奥の駅のそば。ある晴れた日、大勢の兄弟たちと一緒に飛び立ったの。怖くなかった？ちっとも。初めて見る広い世界が楽しみだったわ。疲れると列車の屋根に降りてごとごと揺られながら昼寝したの。夜になるとちょっぴり寂しくなって泣いたけど、お月様が慰めてくれたっけ。高く登って海を見たこともあるわ。青くて広くてとっても綺麗だったわよ。やがてこの町についてのび太さんのお部屋へ飛び込んだの。ママ、旅をしてよかったと思う？もちろんよ。おかげで綺麗な花を咲かせて坊やたちも生まれたんですもの。ねえママ、眠くなっちゃった。おやすみ。
心配だ。見てこよう。タンポポの種を知らない？あっち。わかった。ありがとう。おーい。大丈夫かい？うん。思ったほど怖くない。どこへ行くつもり？わかんないけど。でもきっとどこかで綺麗な花を咲かせるよ。そっか。ママに心配しないでと伝えて。頑張れよ。おー、撃てよ。チャンスだぞ。僕も入れてもらおうかな。ドラゴンじゃんけん、 D ボタン押して参加してね。タケコプターで見に行こう。やっほー、海だ。綺麗だね。ここは四国南西部にある足摺宇和海国立公園だよ。何の船だろう。おーい、僕はここにいるよ。ここからじゃ聞こえないよ。あ、陸の方にも行ってみようよ。うん。不思議な海岸だな。変化に富んだ景色がこの国立公園の特徴なんだ。へー、山の中にも面白いものがいっぱいありそう。じゃこっちに来て。うん。何があるの？すごく楽しい遊び場があるんだ。ほら、ウォータースライダーだ。やってみたい。未来がどうとか理想がどうとかブランコに揺られふと考えてた。嬉しい悲しいどっち、正しい間違いどっち、にせかされ伸びた影見つめ、公園に一人ぼっち、砂場の怪盗用紙、しゃがんでわかるはずなくても探した。0点のままの心で暮らして、笑って泣いて答えを知って、満点の星の中僕の惑星、さあ勉強だ。集中力ゼロだね。仕方がない、これを使おう。すごい、あっという間に終わったよ。でも集中力が続きすぎても問題なんだよね。ドラガオじゃんけんスタート。ドラガオじゃんけんじゃんけん、ドラガオじゃんけんじゃんけん、ほっぺをアップップ、グーの顔、グー、お口をチュチュとチョキの顔、チョキ、お顔がワッハッハッパーの顔、パー、ドラ顔、じゃんけん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 、ボーン。俺様がグーだからパーの勝ち。来週も見てくれ。